今から止めてあるタイヤラップを切っています。束ねてあるタイヤラップを切っていますが、2メーター置きぐらいに細かくつけておかないと、これでシートが緩んでこの上に雪が積もって倒伏したっていう事例が結構あります。ですからこういうふうに上に巻き上げるタイプの場合は、なるべく細かく止めた方がいいと思います。まあ、あんまり細かくしてもね、作業性がね、その辺のバランスが難しいけど、まあ、うちはだいたい2メーター置きぐらいかな。一番端っこを切って、今現在固定されているのが一番フロントのタイラップのみです。いい。ここで、こういう紐で巻き上げを浮かしています。下少し開けた方がシートが傷まないそうです。ここに何箇所か短いパイプをつけて足場にしてあります。出ないと怖い、怖いっていうか作業できない。巻き上げの端っこを固定しておきます。風でバタついてね、シートが傷むんで。今回はパイプがないんで、こうやってビニールの紐、電線で縛ってます。ドローン飛ばそうと思ったけど風が出てきた。ハウスバンドほどきます。結構めんどくさいね。絡まりそうです。あ、ない？これ絡まりそうやし、ここで絡んだらあかん。あ、いや、ここで絡ませるみたいな。完全に三菱迫力ね、これとっても性能が良くて、今まで使っていた資材の中では一番丈夫で、こういう資材倉庫とかにぴったりです、ね、このつるつるなんで雪が積もってもかなり滑り落ちます、ね、これだいぶ重要で、しかもね、前の資材だとこのようにカラスとか鳥が止まって爪で穴開いたりするんですけど、これは鳥の爪でもね、なかなか開かないっていうね、優れものです。高いですけど。
これに？こんなんだ死ぬぞ。広げてくれれば俺の方でわかるけど。これが鼻？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 ラスト投げるよ。はい。頼むぞ。おー、ナイスやこれ、両方側真ん中、普段はロープで上げとれんけど、今回サンダル投げるってことにしたらえらい時間かかりました。うん。しかもこれ迫力、向こうが見えないんで、結構あのハウスバンドがあるのでお互いねコミュニケーションが難しいです。仲良くやってます。はい、はい、はい、これ真ん中、これ真ん中、これあ、そっちか、ちょっと待って、はいはい、はい、ま、親子やと早いな。息が合う、はいはい、いや、あのコツがあって、コツがあるのがこう、なんかこういう時はあのお父さんのおかげですとか。いや編集大変だこれ。動画まで撮られたから、ね、ドローまで撮ったから。ゆめた、データくれや。あ、データくれや。あ、もうあんちゃん持ってったから向こうあるよ。はい、迫力張り終了です。イエーイ。